トップランディング、トップランディング、トップランディングは、台東が1988年に発売したアーケードゲームの一つで、3D ポリゴンを採用したフライトシミュレーションゲーム、前作、ミッドナイトランディングに続くランディングシリーズの第2弾にあたる。旅客機の離着陸という設定が、フライトシミュレーションという雰囲気を強めている。しかし、フライトシミュレーションとはうものの、 ゲーム性が強く、挙動のリアリティが低いため現実とかけ離れているところが多い。BGM は1988年11月21日にポニーキャニオンから発売されたゲームサウンドトラック CD 究極タイガー GSM タイト2に収録されている。また、2008年6月11日より iTunes ストアにて各空港のジングルも含めた全曲目の ダウンロード販売が行われている。筐体はミッドナイトランディングと同じ専用の大型筐体を使用し飛行状態により筐体が傾斜したり振動したりする仕組みになっていた。筐体は一人用で扉が閉まる形でいかにもコックピットといった雰囲気である。操作は操縦桿とスロットルレバーの二つで行うためシンプルな構造をしている。また筐体の後方には 筐体内と同じ映像を映し出すモニターが配置され、観客にもフライトの様子を見られるような工夫がされていた。これとは別に、協商店舗用のアップライト筐体も同時リリースされた。また、このゲームの特徴の一つとして、客室乗務員の機内アナウンスや、管制塔からの指示などが、画面表示だけでなく、実際に声でも知らせてくれることが挙げられる。 ゲームセンターでの稼働が終了した以降でも、航空科学博物館などの航空機展示施設や、空港などで設置されている場合がある。プレイヤーは、タイトーやライン、TA という架空の航空会社のパイロットで、自らが操縦する航空機を離着陸させることを目的とする。ゲームの流れは、最初に離陸ステージがあり、その後に8カ所の空港に着陸を行う。 着陸ステージの構成で合計全球ステージとなる。離陸の際はどんなにミスをしてもゲームオーバーになることはなく必ず1回の着陸を行うことができる。着陸時に滑走路または滑走路外への墜落、クラッシュ、着陸後のオーバーラン、飛行範囲外へ出る、または着陸後に滑走路外へ出るコースアウトによりゲームオーバーとなる。 ゲーム終了後に得点が表示される。離陸、着陸で計算方法は違うが、共に満点は100点で最低点が0点。全球ステージの最高得点である900点を出すことは不可能に近い。逆に、全ステージクリア時に最低点の0点にすることもまた難しかった。昼間、夕方、夜間の3種類の時間帯設定と晴れ。 曇り、雨の3種類の天気が設定されている。天気は空港選択時にマークで表示されているが、時間帯は空港選択後にしかわからない。この時間帯の設定は、画面上、見やすい、見にくいの差はあるもののゲームとしての難易度に差はなかった。コックピットから見た風景がメインで映し出される。画面上部には、管制塔からの指示メッセージなどの表示。画面下部には、 各種景気が表示されていた。どちらかといえば、自動車の運転席に近く、全機種とも同一のレイアウトである。ゲームの前半は風景を見ながらプレイしても、問題ないくらいの難易度であるが、後半はほとんど景気類ばかりを見ながらのプレイで、風景を見る余裕などないくらいの難易度となっている。状況により、UFO を目撃することができる筐体も存在する。 離陸する空港は架空のタイト空港離陸は決められた制限時間内に一定高度952メートル前後に達することが要求される画面に表示される指示に従い飛行機を滑走路へと誘導し最終的にテイクオフが表示されるとクリアとなる滑走路外へのはみ出しオーバーラン離陸後の墜落タイムオーバーにより離陸失敗となるが次の 着陸ステージへ進むことはできる。離陸に失敗すると0点となる。離陸フォームは70点満点で、残り時間が1秒1点で加算される。最初に着陸する空港を操縦桿とスタートボタンで選択する。選択後に状況説明、空港名、高度、天気、使用旅客機が表示され、Go と共に着陸がスタートする。 ステージ開始時には、機体は滑走路の真正面にあり、空港によっても異なるが、概ね高度2000から2500メートル、距離1万メートル前後の位置にある。操縦桿で機体の姿勢を調整し、機体の滑走路との相対位置を契機で確認しながら、高度及び滑走路との位置を正しく合わせ、スロットルレバーで速度を調整しつつ滑走路への着陸を目指す。 ただしスロットルレバーは着陸ステージではほとんど意味をなしておらず、スロットルレバーを切った滑空状態でも着陸が可能となっている。複数の平行滑走路のある空港ではゲームごとに着陸する滑走路が変わるが、着陸対象の滑走路は画面上で強調表示されている。設置後は一切の操作ができず、減速していくのをただ見守るのみである。 滑走路中心線からの多少のずれは自動的に補正されるが機体が滑走路に対してあまりにも横に向いていた場合は着陸後に滑走路を横切りコースアウトしてしまうまさしく着陸できた場合には客室乗務員の機内アナウンスが始まり滑走路上に静止するとともにランディングの文字が表示されてステージクリアとなるオーバーランないしその寸前となる場合は 機内アナウンスが始まらない。オーバーランしそうな場合でも、再離陸などはできない。ステージが進むにつれ風が強くなり、着陸を難しくさせる。ノーマル設定時は、最初のステージは、無風状態のため、操縦桿を左右に倒さなくても、上下に操作するだけで、着陸可能となっている。ハー設定以上だと、最初のステージから、風が吹いている。対して、後半は、 台風クラスの強風となり、さらに着陸寸前に風向が反転するという状況もあるため、非常に難しい。ステージが進むと旅客機も、小型旅客機、中型旅客機、大型旅客機と変化する。機体が大きくなるにつれて、巡航速度が上がり、オーバーランの危険性が増すほか、操作性も徐々に悪くなり難易度が上がる。ノーマル設定時のステージ打ち分けは、 以下の通り、ステージ BGM も蒸気の内訳で変更される。着陸後は飛行経路を上と横から見たフライトパスが表示され、その中で減点対象となる行為があった場合にその内容が表示される。点数は100点からの減点方式で、減点対象は蛇行、急降下、急上昇、設置点、機種上げ、着陸速度の6種類。蛇行、 急上昇、急降下の3つは1回につき10点の減点で、機種上げ、設置点はタッチダウンの時に1回だけ、最大30点減点される。なお、対象外の滑走路にも着陸可能であるが、一律0点として評価される。低空飛行を行うと、管制塔からアップの緊急指令が出されるが、急降下や蛇行を伴わない限り減点対象とはならない。 空港により着陸までの距離や高度に違いがあるために難易度が異なった。そのため難易度が高い空港を最初の方に選択するのが全空港攻略の近道だった。日本の東京、大阪、福岡は難易度が低めで、パリ、ドゴール、サンフランシスコ、シドニーは難易度が高めの設定だった。特にドゴール国際空港の滑走路は 距離が短く、強風、雨天時の着陸は滑走路への侵入速度を抑えても、オーバーランしてしまう確率が高く困難を極める。これに対し、シドニー国際空港の滑走路は長く、雨天時であっても、侵入速度の影響は、比較的低い。全8空港の着陸を成功させると、エンディングを見られる。これは、スタッフロールと共に、最後にプレイした内容が、 夕方の晴れのコンディションで再生される。最後にセレクトした空港の飛行時間の長短によって、着陸までの風景を見られる場合と、途中で風景がなくなり、スタッフロールだけが表示される場合がある。途中から風景がなくなる場合は、おおよそ最後の飛行の天気が曇りの場合に発生し、これは、曇りで機体が陽動した分の座標の差が、ゲームフライトの記録に取り込まれず、 滑走路外での着地と判定がされてしまい、エンディング時には着地と同時に背景が消えてしまうものと思われる。エンディングの BGM は、モーツァルトのアイネクライネナハトムジークを、ズンタタがアレンジしたものを使用していた。究極タイガー GSM 対等にに、収録、販売元トポニーキャニオン、サイトロン型番 CD、 D28 倍と0008価格2800円発売日1988年11月21日。管制眼、パイロット、女性客出場無員のサンプリング音声が収録されている。すべて英語、以下はその例である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。